最後にこちらの鉱石のモールドを使ってみます。材料はこちらです。こちらの型の1杯まで透明なレジン液を入れます。爪楊枝で全体に伸ばします。型1杯よりも少し多いくらいにレジン液を入れてください。気泡を抜いて硬化します。こちらの型の8割くらいまでコバルトブルーとバイオレットのレジン液を入れます。爪楊枝で軽く広げます。ラメパウダーを少し混ぜます。色の境目を爪楊枝で混ぜて好きな形に整えます。硬化します。使いたいネイルメタルパーツを貼ります。型いっぱいまで透明なレジン液を入れます。爪楊枝で全体に伸ばします。銀色のラメパウダーを少し入れます。気泡を抜きます。最初に作ったパーツを上から重ねます。硬化します。硬化したら型から取り出します。ニッパーを使ってバリ取りをします。細かい部分はヤスリを使って削ります。鉱石の上の部分にヒートンを取り付けます。鉱石の上にピンバイスで穴を開けます。開けた穴にほんの少しだけレジン液を塗ります。穴にヒートンをねじ込みます。硬化します。できました。綺麗な色になりました。表面がゴツゴツしているせいで中に入っているものの形はあまりわかりませんね。丸カンでネックレスチェーンとつないでみます。チェーンに取り付けると鉱石風のネックレスができます。作ってみた3種類の立体モールドの中ではこのクマのモールドが一番気に入りました。形がとても可愛くて、カラーレジン液を入れるだけで誰でもクマの形が簡単に作れます。こちらの電球と鉱石は少しアレンジをした方が可愛い形になりそうです。中に何かを入れようと思うと立体なので配置が少し難しいです。こちらの鉱石のモールドは中に物を入れるのが難しければ、2色のカラーレジン液を入れてマーブル模様にしても面白いかなと思います。これで今回ご紹介する商品はおしまいです。こちらの立体モールド作るのがとっても面白かったです。こちらの立体モールドを使うと平らな裏面のない作品が作れます。皆さんもぜひ試してみてくださいね。以上、ふたつきでした。バイバイ。